はい、映画です、今回はですね EOS R3 のファームウェアね、新しいのが来ました。 1.3.0 ということでね、まあ、内容的にはですねクラウドロー現像で、まあ、カスタムのピクチャースタイルが使えるようになったとか、あと軽微なね不具合の修正ということで、まあ、そんなに機能が何か上がったってね、ちょっと期待したんですけどね、あの被写体認識オート使えるんじゃないかとかね、期待はしたんですけど、まあこれは次の機会かなという感じですね。でこれ、EOS R3 以外もね R7 とかも出てるそうで、もしかしたら同じ内容かどうか分かんないんですけども、あの EOS R7 をね使ってる方でエラー70が出て電源が減らない、なんかこうエラー70が出たっていうところで、まあ、修理を出したらしいんですけど、どうもなんかそれのね対策じゃないかなっていうような話も聞いてます。これまあ R3 と共通かどうかわかんないんですけどね。でなんかその方のねお話、またリンクを貼っときますので、その方のね、話ではなんか互換バッテリーを使うとなんか出るというようなこともね言われてるので、まあどうなのかなっていうのはありますけども、はい、まあ、今回はねあの本当に軽微な部分のやつなのかどうかわかんないですけどね。はい、で、せっかくなんでね互換バッテリー、私は使ってるかっていうと EOS R では、ほぼ使わないです。はい、 EOS R では使ってなくて、 80D は今使ったりとかね、してましたけど、今も入ったままなので持ち歩いてはいるけども、やむを得ない時以外は使わないですね。はい、で、R3 に関してはもう純正のバッテリーしか使っておりませんので、はい、まあいろいろね、不具合があります。そういうこともねあるので互換はちょっと使わないようにします。プリンターなんかもね互換インク使うと目詰まりするというのも実際ね、あるお客さんでありましたのでね、なるべくまあ純正のねやつを使った方がいいかなということでございます。ということで今回はファームウェア EOS R3 1.3.0 というのが来たけども、私が使う上ではまあ何も関係ないかなというお話です。以上です。